になっちゃうけどさ。さあクリア。フォーガードの打ち合い。フィズまだこのクロスや使ってる。まあこれふざけてるわけではありません。気に入って使っていますとおっしゃってましたからね。さあ窓位置が見えたか。ノリテン。設置はできましたからね。スポン側。飛び出すモミジ。ここはフィズ。3 on 4。裏を取っているマルメロ。はい、楽。ただサイト内いちいち効果がついているゾーン2設置的にはこれ解除いやこれ裏は抑えきれません。そして雷シェリフがデップのマーシャル、まずは1キル、さらに入ってくるところ抜いていく、しっかり当てていきますね。雷こそ削りました。トキシックスクリーンで切るところが多い射線なんですけども、はい、ここはビーズメ強気にいく。コミックが晴れを落とします。さらにはニューラルテストバンダルも落ちました。あーこれ B バサミですよ。フィーズ耐えられるか。さあ早い攻め、フラッシュドライブ食らっているところ、フィーズが1キル落としますが、まだフィーズが来てる。ジャンプスペクター走り回る雷、うん、コミックフィーズを落としますが残り1名ワンオスリー。さあラストワンの位置は分かっていますが、デップのマーシャル、うおー1キル持ってスラッシュがやはり映画への進行、オペレーターのデップ抜いた。あ素晴らしい抜きです。さらにはブレード装備、中央もケアしつつアップドラフト、お強キング、かなり削りましたか。ただサイト、モミジ丸メロとトリプルキル2オン2ストゲーミング。そうですね、メーカーの位置は分からないですからね。横を取ったフィーズ、残ったのはモミジ。ボンガーからハレ、B のホール抜け、対策は完璧です。さらにはバイパーズピットの中待ち構えているビーズフルバンド、いやここはテンプズ、さらにはヌルコマンド、さあすでに入ってるぞ、重なったところ一時交換、いやクリアがダブルキル、前ブリックはクリアだ。残ったのは雷、ロックダウンは上がっているが、このブリーズというマップでのロックダウンリテイクはなんならメイン武器もジャッジですからね。位置が難しい。シェリフでの打ち合い、しかも2発ともヘッドショット。シェリフながらもワンチャンスはあるのか。目の前にはバンダル、フラッシュドライブ、いやうまい、ワンオンワン。ただ時間をちょっと使っているので武器をあやくまで拾わない。俺のメイン武器はシェリフ、残りダンスを2発、いやこれは時間ないですね。自ら縛りを貸していく、横からテンプズ、トーションをどうケアするか。いやここは設置に対してのステークバイト、いやでもクリアが荒らしてる。ブレイドストーム設置、雷丸めろ落としてバイパスピット解除、サイト内取り残されたがどうする。いやこれ体力結構ファーストゲーミングクッションですが、ショックボールとステークバイト、アビリティが抑えかかる、ステークバイトダブルキル。そうですね、全体的に体力がかなり削る。あと30秒。ああフラッシュ抜けていきますが、ノリセのカバー、ノリセダブルキル、さらにはフィズ一気に殲滅、パーフェクトラウンドリシャクト、きっちり完璧。全体的に、いやでも今回面白いのはリシェクト側がまた、ファーストで見せたような作戦に近いですね。 A をかなり引き目で開けています。ファーストブラッドハレ中央ダブル、怖いところですよね。魔王ハレ、その先には丸めろ、さらに覗いていくタップ打ち、エースが見えるか、やはりエースは取れない。ハレ今日もエースは配信試合だと取れない。最後はブレイドストーム、デップがピークしてるんですよね。メタルダここはクリア、いやしかし取れてるかは、さらには笑顔デップ、デップはサイト内耐えている、いや映った、うわー抜いた、まだ前に黒がクラスク頭に割っている、いや頭回ってた。丸めの残り HP47、 これは設置してもリテイクされやすい状況、武器も拾えていない。あと30秒、時間をかければかけるほど寄ってくると、横から晴れ、この A ショップ強気にピークしてるのは雷、中央から挟まれる形、ここは前目の位置が技しましたでしょうか。そうですね、これは噛み合わせがありましたね。まずさらにはヌルコマンド、そしてニューラルセフト、確かによく A 通りましたね。先ほどまで A 攻めれなかったので、確かに雷の考えでは今 A 攻めれるだろうというのは
あったと思います。オールドローンから中央の合わせ、頭一個を抜いていく。あれデップからしか見えてなかったか。そしてサイト内も頭一個見えました。さらには春のエンプレス、うん、映っている。そして横から迫る魔王晴れ、うん、十分な2キルとなりました。ただ込み込む時1キルずつ返しているぞ。ワオツー、いやワオワン、ただだいぶ時間使ってしまっているので。コミックのこのオフアングル、あの音が響きました。正直リテイク気味でもいいんですけど、横を取っているフィーズ重なったが HP 削られましたが、いやかなり全体的にファーストゲーミング削られてますね。設置に入ります。4対4これロックダウンどこで発火ですね。バイパーズピットは B サイドライダーが裏を取られた。バイパーズピット落ちる。さらには雷ロックダウン、ここだ。サイトほぼ全てを取るようなロックダウン。いやー壊しづらい。クリア、なんとか1キル持っていくか。難しいですね。デップ張れ、デップがスローで前目を詰めている。お互いスモーク抜きダメージが入っているが抜けてクリア。おっダブルクリア。ここは雷のカバーだが HP が少ないぞ。雷、ね、スポーン側晴れ、いや難しいポジションですね。設置が難しい。設置に入ります。ゼロポイント打った。ここはマルメロ晴れを落としているシリフ。おお、ノーリスシリフ。まあ、あれはおそらく次のラウンドバンダラを買うためのゴーストでしょう。中央目の前にはリジェクト飛び出したところテルイド、あーうまい。でダブルキル、後ろもハレアカバー。いやしっかりとヘイトを買ってなおかつ生存する立ち回りができているデップ。残るはクリア。もうデップのテールウィンドは本当にバッと出ますよね。なんでしょう、あの反応速度は。反応速度がとにかく速いんですよね。本来であれば、まあ、敵がいた見えた、じゃあテールウィンド打とうみたいな感じですけど、そうですね、デップ選手は何でしょう。多分考えてなくていても自然とこうテールウィンドの手が伸びるっていうか、うん、フェザータッチのような軽いテールウィンドと言いますか、もうすぐ出ますからね。フェザータッチのように軽いテールウィンドときますか。そこを拾われるとは思ってませんでした。パーフェクトラウンドリジェクト。クリアが強気に詰めている。いやーブラッシュドラビを蹴られていた。さらには中央詰め、デップがコミックを落としている。いやー制圧されている。さらにはモミジ、3人が落とされたファーストゲーミング。残るはマルメロ、そしてテンプズ。フィジカルのお手本をまるで見せられているような。うわー、当たったところでプラ立ち回りクアドラすが、いやーこの距離はきついぞ。アルティメットオーブ狙っていましたが車線が濃かったですね。やはりこうファーストゲームもね、自分たちのこのなんか一個こう細かいところでセット決めてるんですけど刺さらないですね。なかなかフラッシュドライブの食らう範囲というのも。ファーストブラッドは雷ダブルキル、さらにはメタルだ。中央マウテップ、いやクリア、ジャッジは対応できませんでしたね。テンプスガーディアン、おダブルキル、ただデップからが詰めてる。まだ行くのかデップ、これは辛いぞ。マルメロワンオス、残り時間も少ない中前に出るしかない。相手はノリセンフィーズ、そして丁寧に立ち回る。ノリセンはこういった細かいところが非常にうまい選手。まあノリセンもフィーズも結構こういうクラッチに任せられること多いからな。すいませんね、表現がね失礼しました。さあそしてさあでもそうなんですよ、ファーストゲーミングが一番まずいんですよ。武器差がすごい。